ってきました。今日はここ仙台駅から散歩しましょう。暑いです。行きましょう。大都会ですよ仙台駅。都会すぎて何だかわからない。でも行こう散歩は。アンパンマンがいきなり言いました。アンパンマン、君に会いたかったよ。ここはアンパンマンミュージアムの街だよ。アンパンマン行ってくるよ散歩に。歩道が広いな。木がすごいな。木が並木道がすごいな。広いよね歩道はね。ここにもいるじゃん、カレーパンマン。カレーパン、はい。これ球場の椅子でしょ。座ってみたくなるでしょ。座っていいんだ。余ったんじゃないの。宣伝してるよ。座るっていいんでしょ。ちょっと汚そうだけど。座れないね。座るのは無理だ。泉があるよ泉。噴水。木陰があるからまだなんとか生きていけるって感じ。だってみんな全部ね後ろにいると思ったら信号変わるのに結構ね。そうだよ。待ってた。これ宮城の通りっていうんだよな。ずーっと駅からずーっと並木続いてんじゃん。次の駅まで。つつじが丘って読むのこれで。これつつじが丘神社あるからね。ここに真正面仙台駅。ほらほらまだ続いてます。あ、こっち流れてるじゃん。ほら水出てるの。涼しいわ。お言葉ありました。やってみれば一歩は進む。いいお言葉ですよ。やってみれば一歩は進む。分かりました。やらないと何も始まらないんですよ。南無阿弥陀仏の寺慈音寺かな。ほら、お賽銭あげれんじゃん。お賽銭も今警備システムだよ。警備されてるお賽銭。お願いしますね。はい、お願いしました。今お賽銭もねこういう風にね警備システムに入ってるわけですよ。賽銭泥棒いっぱいいるから。じゃあおじお地蔵さん行ってくるよ。都会の中のお寺、月影の塔。これか。そういうことなんだ。これがそうなんだ。どこがどういう風に入り口になってるのかさっぱりわかんない。すごいマンションだな。あ、でもあったよ。あったよ。ラチ。鳥居あった。天満宮。じゃあ行ってみますか。広いテントに囲われてる天満宮。おー、フクロウさん、エミズありがとう。カエルまでいるぞ。カエルもいるぞ。白樫樹齢300年です。すごい。じゃあちょっとお参りしてみたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。
飾ってあるだけか。夏らしいっちゃ夏らしいけどね。なんかを飾ってあるんですよこれ、うん、そういうことじゃない、まあ、涼しげでいいや。御朱印はまだ時間が早いんでやってないですね。じゃあ行きますよ、公園の方に。撫で牛だ、撫で牛ね。これ撫でとこうかな。牛さん頑張るよ。じゃあ仙台七夕はここで見たっていうことですか。こんな感じなんでしょ仙台七夕って。こういうことでしょ。うん、かわいいね。じゃあちょっと公園の中つけてか。それで今日の一番のメインはおにぎりを買いに行くっていうメインがあるじゃん。こんな遠くまでおにぎりを買いに来る。駅前にもおにぎりが売ってるのにわざわざここに買いに来る。そんな意味はあるんでしょうか。夏の駅から散歩は炎天下はきついから、冬になれば日陰は嫌なのにね。どういうこっちゃ。ほんと自然に帰ろう、縄文に帰ろう。街中バーベキュー1泊3000円ですよ。バーベキューできるんだ。では公園ともさよならです、はい、そしてあっち側行きます。あっち側にあれがあるから、おにぎり屋がついてる。道が広いな仙台は。どこ行ってももう帰りは仙台駅向かうのに、ちょっと電車使っちゃいますよこれ。ここを斜めに入ります。こっちです。このまま次の交差点を右折すると見える。これやってなかったらショック大きいよ。ここまで買いに来て。そろそろですね。お米の丸だから、米屋がやってるおにぎりだからめっちゃ米にはこだわってるはずだよ。あった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 、おにぎりって書いてあるな。やった、おにぎりの方出てるから。お米の丸は、丸はじゃねえよ、丸かだよ、丸かず、丸かずだよ、丸かず。お米の丸かずでした。すいません、丸はじゃありませんでした。じゃあおにぎり買ってきたいと思います。めっちゃめちゃ美味しそうですね。美味しそう。残念ながら唐揚げは今日はありませんでした。おにぎりはありました。これ絶対美味しいですよね、うん、ということで今日は仙台駅から散歩しました。神社巡り、公園行き、そして最後おにぎりに出会いました。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。